ナックルアフットということで、最近試しているコンビネーションを紹介します。少し足の小技になります。まず、少し全体のやり方を見てみましょう。まずは、ナックルアフットということで、足を少し、弾き飛ばすような感じからの、タップ、そしてポップコーンステップを一回挟んで、そこからまた反対側のナックルアフット、そしてタップしたら反対にキックを入れて、ターンをしてツイストで締めます。この時、かかとをしっかり振り上げて、かかとをしっかり張った状態を意識します。で、ポップコーンステップは、リラックスして行った後、その後体をしっかり固定してまたかかとを張ってナックルアフット、でその後ターンから、しっかり体を ひねって正面に持ってきて締めます。1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 8カウントで言うとこんな感じ。2 and 3 and 4 and 5 6 7 8。 最初はタップをするところでストップをかけて、ゆっくり落ち着いてつながりをやってみると、早くした時にいいと思います。次は早いバージョンで。結構早いので、ナックルフットするときは、体をしっかり固定して骨盤を使って持ち上げます。あと足のスイングですね。はい、ポップコーンステップするときは、体も一緒にスイングする感じなんですけど、ナックルフットは足を際立たせたいので、足のスイングだけでできるようにしておきます。少しアクセントつけてポンと、弾けるようにやってあげるといいと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。良いゴールデンウィークを。